カール・レイ・フラーは、ナチス・ドイツ時代の国家社会主義ドイツ労働者等の、党員で、1930年代から1940年代に、かけて、ドイツのケルンにおける、ゲシタポのユダヤデスクの責任者を務めた人物。そのような立場にあったため、ケルンにおける、ユダヤ人コミュニティの強制収容所への移送に、関わったとして告発された。戦後、レイ・フラーは、 完全に放免された。レーフラーは、日なち審査において、罪状警備とされ、年金は取り消されたものの、それ以上の罪には問われなかった上、控訴して取り消された年金の回復を勝ち取り、さらにはゲシタポにおける昇進を考慮させて、年金額を増額することにも成功した。アメリカ合衆国の歴史学者エリック・エイ・ジョンソンは、著書、ナチテラー、ザ・ゲシタポ、ジューズ、 アンドオーディナリージャーマンズの中で彼がローカルのアイヒマンたちと称している事例の一つとしてレイフラーを挙げている。ジョンソンが指摘するところによれば各地のゲシュタポの所長たちは告発されるのが常であったが、それ以下の役職者はそれを免れることも多かったという。ありがとうございます。